そうなんだろう。お願いします。今日はちっちゃいのを作ろうと。ちっちゃいのを作りますか。素材があんまりない。なんかこれといったのがなくて、映えそうなのがない。ちょっと今苦労してるんですけど、苦労させてすいません。とりあえずやってみましょうよ。これぐらいやってもいいかもしれないですけどね。そうですね。これと添え三点飾り。三点飾り、これじゃダメですか。これでもいいですよ。雪の下。雪の下行きますか。はい。長寿梅と赤松か。長寿梅がどれぐらいかがまだ分かんないんで、なんか赤松さすが候補。あ、面白い。面白いじゃないですかこれ。自分のお店のやつだよね。初めて見たみたいなリアクション。面白い。見しましょう。それにしよう。うん、これがいいや。草。草いいっすね。これでもいいかもしれない。色的に。そうね。まあ いくつか候補を持ってきて。はい。今日はこの3点を使って3点飾りを作ってみたいと思います。作る前に一応ちょっと手入れをしようかなと思うので、これは割と早い段階でもう目切りをしちゃってぐぐぐぐ伸びてきてるんで、この目かきをしてあげようと。こういうところちょっと分かりづらいんですけど、ここでさっき来たんですね。さっきっていうか前、この枝を買いたいっていう時に二股でよく言うじゃないですか、に残したいんですよ。その理由としてはここにまあ3つ以上芽があるとこの部分が太ってしまうんで、綺麗な、まあ、枝ができないっていうので二股にするんですけど、その時には自分が針金をかけるイメージで、例えばこれはこうしたかったらこの2本が横向きになるんです。でこの枝で芽が上に来るんですよ、っていうことはこれっていうのは綺麗な二股で、今この状態なんですよ、綺麗な二股にしたいんであれば、横横が一番いいじゃないですか。そうですね。ってなるとこの上に出てるやつを取ってあげれば一番スマートに横横になる、でこれで例を取ってみると、今これを横にしたければこの上に立ってる枝を取っちゃう。そうすると横横の綺麗なやつ。あとは一番大きいですよね、今の中で、大きいやつを取っておけばそれだけ枝は太らないんで済みますので、そういうところで選んでもいいですね。同じように横から出てても一番大きいのを落とすとか、そういう感じで選ぶといいかもしれない。でやるんであればもうちょい先でもいいはいいんですけど、それだけ枝が取っちゃいますんで、なるべく冬までに終わらせた方がいいですよね。なんかあんまり早くやるとここがダメになっちゃうかもしれないから、ちょっと様子見るって教わりました。そうそうそう。あとはこうやって下向きに出てるやつ、横で出てるのを下向きに出てるやつは、もう落としちゃった方がいいですね、でちょっと茶色いやつももう取っちゃいました。掃除も兼ねて。あんまり代わりしないですね。そういうもんすよ、それの日々の積み重ねで木が良くなってくるんですからね、ダメですよ期待しちゃう。それをやっていって今の盆栽があるわけですから、先人たちがそういう作業をしてコツコツやってくれてたんですよね、結局要は、ね、だからいい盆栽なんだ。やっぱちょっとハプニング期待しちゃうところって感じかな。はい。でちょっと針金をこういう風に立ててやりたいんで、針金でこうやってやってみようかな、あこの木はこっち正面で作ろうと思います、どっちを頭にしようかなって考えた時に、
こっちの方が太いんで、はい、こっちはダメにしちゃうんで、でもここ来ちゃうんです。お。そういえばバランス的に。なるほど。こっちが目立って、しかも裏枝もできそうな目の拭き方なんで。で次。次長寿梅。これは根っこがどうなってんのかな。なんていうんでしたっけ、土から生えてくるやつ。ヤゴ。ヤゴ。ヤゴ。とかヤゴと。ヤゴは基本切るんですかね。あ、基本切った方がいいですね。結局子孫を残そうと生やしてくるんで、もしそれで建て替えたいんであればそれでも生やしてもいいんですけど、結局子孫を残そうとするとこっちが元気使っちゃうんで、こっちが枯れちゃうんですよ、親の方が。なのでそういうの発見したら切ってあげるのが一番ですかね。栄養を持ってかれちゃうんですね。栄養持ってかれちゃうんですね。これは今ちょうど出てきてる途中みたいな感じですよね。ちっちゃくしたいんで切っちゃう。これはもう使えそうにないな。でこれもちょっと針金かけます、はい、将来ここで使えればいいですけどね、枝が伸びたら、うん、ああそうですね、これだけジョルッとできればいいんだけど、うん、お疲れ様です。よいしょ。ちっちゃくなりましたね。じゃあこれはこれ、これはこれ、こんな感じ、はい、であとはチビを乗せるって感じですかね、うん、どれが合うかなっていうのを考えて、これはモダンでこれがいいかなと、うん、ちょっとでかいかな。でもどっちにするんですか。これでいけそうな気がするんですけどね、はい、ただ鉢はこっちの方が面白いかなと、うん、ちょっと一回これ崩してから判断したいと思います、はい。こういう苔に覆われてる木をの足元を出すのっていいですよね。楽しいですよね、うん、楽しい。宝探し感があって、うん、この間の五葉松根っこが結構立派だったから興奮しますよね、ああいうの見ると。結構ちっちゃくできそうですね。できそうっす、うん、ってなるとこれじゃ多分でかい気がする。そうですね、ちょっともっとちっちゃくしたいですね。これぐらいに入れたいんだけど難しいよな。枯らしちゃうかもしれない。うん、これ入ったら立派ですね。これ入ったらいいですけどね。まあ大きさを考えると、うん、まあ、だからそういう風にもいかない部分はあるんで、だからあとはないよな。いいのがありました。いいのありました。正方スクエナ、うん、若干ここが横広いかな。でこういう感じ、うん、はい、一番しっくりくる。あ、これターボなんだ。なんか変わったやり方してます。一回回転させれば動かなくなるんですか。上から入れて、うん、ここでここで結んじゃう。へえー、初めて見た。これ動かないから。しかも導線。結構この下が浅いんですよ。あとは太いやつでやっちゃうと。あ、なるほど。ガタガタしちゃうから。あ、そう、ガタガタしちゃうから。オリジナル。得意分野、裁縫。あ、裁縫がね。一番効くところで止める。で、見栄えを良くする。カンタさん、ミニも好きなんですか。好きじゃないです。大きいやつも好き。大きいやつが好き。へ、心配になっちゃって。あ、厳しくできるじゃないですか、大きいやつって。そうですね、厳しくしたいですよね。甘やかしちゃうから。どうし、応援しとくかな。ちょっと開けて、うん、水は分かるように。はい、完成。1個目。
長寿梅。長寿梅っていうことはあれ正方にしちゃったから。ああ。うん。でっけえか。ちょっと。これかな。うん、こっちの方が大変そうだな。寝癖できそう。ちょっと太いのを選んで、なるだけ細かいのを落とさないようにして。はい。はい、かわいい。はい、かわいい。OK。うん。できました。最後、これ。これはでもすぐ終わりそうだね。大きいの。はい、かわいい。かわいい。けい。はい、じゃあ完成ということで。はい、ポイントは、大小のバランスっていうのをやっぱり出してあげないといけないんで、はい、こっちが大きかったらさっきまで同じ大きさだったのを極端にちっちゃくしてあげて、こっちが大きくてちっちゃい。うん、それよりもちっちゃいのもありますけど、はい、しっかり飾りの基本は作ってあげたかなと。そうそうそう。で、あとはこれで言うとさっきいろんな鉢を迷って、はい、結局正方形のスクエアの鉢にしたんでこっちは丸、ちょっと形を違うものにしてあげる。ほうほう。あと雑木は色鉢、うん、で黒木は出鉢、出鉢で釉薬のかかってないのを選びました。で、やっぱこういうちょっとひょろひょろとした文人っぽいような木の場合だと、やっぱり鉢は薄い方が見栄えはいいので、厚さの問題はあるんですけど、うん、まあそれでも薄く見えるような鉢に入ったんじゃないかなと。あとは草はやっぱり葉椒のちっちゃいやつを選びました。はい、悲鳴な雪の下、雪の下、はい、でこれもこれで流れが表現できたんじゃないかな。うん、いや落ち着いてくれればいいんですけどね、このまま。うん、でも本当ものの 1,2 時間でね、こんだけできるっていうのがすごいですね。そうそう、だからこういう長寿梅でも戦いができるんで、うんうん、あのいろんなこれどうしようもないなってやつも持ってれば意外とミニで作れたりするんで。あとはこういう素材ってなかなかないんですけどね。そうですね、そんだけ曲がってるやつもないですよ。だからある時買っとけばっていう、はい、これなら、ね、本当に初心者でもできる作業ですもん ね。 そうですよね、作業内容は。なのでおすすめですね。はい、ミニ盆栽の3点飾りでした。はい、ありがとうございます。サイズをなんか分かるといいですね。どっちがいいですか。あそこ置いとくの、このサイズで。カンタさん顔入れればいいんじゃない。いいね。いいサムネになる。このサイズで作りました。また入ってる。はい。笑顔がいいね。いいよ。怖い。いいんじゃない？オッケー。